皆様こんにちは。今日は書の原点に立ち返ろうという前回の中身をもう少し掘り下げまして、とことん原点に立ち返ろうと思っております。一言で申し上げまして、書道界は歌を忘れたカナリアである。筆記具というものは約2000年前の筆から鉛筆ボールペンへと変わってきて、今や筆記具のいらない LINE や SNS 等々の時代となってきました。言葉を書き記すための道具ですね。それで大筆の先も小筆の先も鉛筆の先もボールペンの先も同じことですね。今ここに筆が大中小とございますけれども、これを先だけを見ますと、このようにいわゆる方という先というものは同じです。ですのに筆になりますと特別のものという感覚で皆様敬遠なさいますし、力を入れて書いたことによって肩こりが生じましたり、うまく字が書けないということが現実の問題ではないでしょうか。筆の先も鉛筆の先もボールペンの先も皆同じことでございますが、今の時代は筆は特別のものという観念が強すぎまして、皆様お習字をやりたいけれどもとてもじゃないできないというふうにお考えになっている方が多いかと思いますけれども、それぞれの筆記具ですね、まずボールペンというのは非常に硬いですから、長文を書き続けることは非常に手に負担がかかってまいります。硬いから硬く使わざるを得ないわけですね。そうして鉛筆は書いていきますとすり減ってまいりますので、削らなくてはなりません。でシャープペンシルとなりますと、穂先はもう本当に芯は細い細いものですから、力を少し加えますとすぐに折れてしまいます。そういう意味で、毛筆といいますのは柔らかくって優しいし、一度にたくさんの字が書けるわけですね。これは今大筆ですけれども、ここの先がメインとなります。ここはいわゆる墨だまりとなるわけですね。ボールペンのこの中の芯のインクと同じことですね。そうやって筆というものは一回つければ何文字でも何十字でも書けるものでございますのに、力ずくでいやとばかりに筆を押さえつけまして書くのでうまく書けないわけです。ですからその柔らかさ硬さに応じて手の加減をしてやる。そうすれば毛筆というものも楽に書き続けることができると思います。それでまず言葉を書き記すというわけですから、今の書道界は芸術として成り立たないということはですね、大きな原因があると思われます。戦後の前衛書道ですね、前衛書道なんてもってのほかよっておっしゃる方もたくさんいらっしゃいますが、でも今もやはり一生懸命なさっております。でその前衛書道というのは戦後すぐにですね、肥大天来という方が考え出した新しい芸術観に基づくもので、その言葉を文字を寄らずして書的な線による芸術を考え出した。そういうことで、要するに言葉を捨てて墨の線を書いていくということですね。一番の言葉を忘れてはいけないのに、その一番の元の元を捨ててしまいまして、文字性だとか非文字性だとかという、これぞ芸術でございと言って一生懸命やってるわけですけれども、残念ながら一番大切な言葉を忘れてしまったということが大きく一般に認められない原因ではないかと存じます。私は20代前半は一生懸命今の前衛書道というものをやってまいりました。ラッカーを使い、大きな紙に大きな筆でえいやとばかりに墨をまき散らしまして一生懸命やりましたけれども、その当時は訳がわからないまま、何かが違う何かが違うと思って、そこから早もう
50年以上60年が経ってしまいましたですね。今ようやくはっきりとなぜ前衛書道は一般に認められないのかという理由が今ようやくここに来て分かってまいりました。単純に言葉を捨てたわけです。単なる墨を使った線というだけですから、その線が正道する線ならまだしも、その正道するということすらも考えなかったということで、一生懸命なさっている方には非常に申し訳ないこととは思いますが、本来の書ではないように思います。漢字の分野の方たちは中国語の文法をと日本語の文法は全く違いますのに、ただ字面だけを書いてきました。簡単な例で言いますと、非常口と漢字3文字で書きますと非常に短いですから、我々日本人は非常口と読んでおりますけれども、中国語の読み方はもっと全然違うものだろうと思います。それから非常口を訓読みいたしますと、常の口にあらざると読むわけですね。そう言いながら書きますと、常口非となりまして、非常口とは書けません。書くということは必ず言葉と連動しているわけですね。ですからその言葉というものを非常に大事にしていかなければならないと思っております。言葉なくして書というものはありえないわけですね。そこを皆様もう一度ご自分の心の中に思い出していただきまして、言葉というものをお考えいただければありがたいかと思います。その言葉というのは個々に違いますから、その時その方の言葉でいいわけです。それは古典に基づくものでもいいし、現代的なものでもいいし、要するに心がその線の中に、形の中に現れて初めて人々に感動を与えることができるんだと、私はそう信じてやみません。先だってある教書誌の課題をたまたま見ましたら、雲かしの空色はというのが今月の課題ですよというので手本が出ておりました。私がパッと見た瞬間にですね、雲かしのってどういう意味なんだろう。雲っていう言葉、文字は必ず文章の最後に来ますのに、雲かしの空色は何なんだろうと思って、その前後を随分と調べましたら、品菓子の空色生えてという言葉の中身だったんですね。品菓子のということは東のということを品菓子のと申しますけれども、その前の課題がその日まで行ったんだろうと思うんですけれども、言葉として成り立っていないわけですね。ですからもしこれを教書としてやるなら、品菓子の日を入れまして、空色まででいいわけですね。最後も空色生えてとなるわけですから、空色はっていうふうに読んでしまいます。現実にそう読んでしまいますから、言葉というものを全く考えないで課題として出してある大きな疑問点だろうと、つい最近のことですけれどもものすごく思いました。それで、今回のような言葉を元に戻そうよ、言葉を書くんだよっていうことが書道の原点であるということに、皆様意識を持っていただければと思います。ではその言葉ですね、言葉と言いますのは単なる人の言葉を借りてきてそうして書くものではございません。心の感動を人の言葉でもいいんです。でも自分がその言葉を、解釈しまして、自分の中で感動を、心の感動を持って書き記さなければ人に訴えることはできないと思うんですね。それをただ字面だけとかっていうふうにやりますと、何も訴えることはできません。書いてる人は必死でございますから、一生懸命やっております。決して不真面目ではございません。非常に一生懸命やっておりますけれども、
しかし元の言葉というものを横に置き去りにしてやってしまうので、思うに任せることができないんだと思うんですね。ですから非常に実用書道が今でも求められると、言いますのは、自分の言葉を自分の心で書きたいと思ってるわけですね。ですから特別の実用書道、芸術的書道というふうに区分けすること自体がおかしいだろうと思っております。ではどうすればいいかと思いますと、いわゆる本当の筆法、筆の使い方ですね、そういうものを本当の用筆法、正しい用筆法を学んでいただいて、大きくも小さくも漢字も仮名も書けるようになっていただければ非常にありがたいと思っております。人間は言葉を人に伝えたいんですね。怒りの言葉もあります、感謝の言葉もあります、疑問の言葉もありますけれども、何でも自分の心を出したいわけですね。それが文字なんです。でそれを SNS では、 LINE とか SNS では単純に文字を入れまして、その後その文字だけでは心の感動が伝わりませんので、絵文字を使うわけですね。私のような年を取りましたものも絵文字を使ってしまっております。肉質ならわざわざ絵文字を書く必要もないわけですね。そういう意味で原点に立ち返っていただきたいと思います。それで書道は歌を忘れたカナリアである、言葉を忘れたんですよということですね。ではその忘れたカナリアはどうするかと言いますと、この童謡ですね、昔懐かしい童謡をちょっと拾い出してきました。今の時代の書道の危機の状態を少しでも和らげることができればいいかなと思いまして、今回意を決しまして皆様に訴えたいと思いますので、このような動画を発表することにいたしました。それで真の書芸術巡洋詩書法教室白龍社主催として、巡洋詩としてこれから大きな一歩を踏み出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画を見ながらの通信教育ということになってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。巡洋詩書法教室、筆法っていうものを学んでいただきたく思いますので、これから基礎中の基礎から入ってまいります。まず点一つをスーッと入れまして、穂先で2、3と形作ってやりますね。横線は点と点を結んだものが横線でございますから、点を入れまして、お尻を上げて右へ進みます。短いのと長いのと、こうやってやりますと非常に、不細工と言いますか、形が嬉しくございませんので、点がここにあります。お尻を上げて2、3、ここに1、2、3と、これをつなぐわけですね。先ほどの2に縦棒が入りますね。
横線は入れて、お尻を上げて少しカーブを作りますね。そして縦線は背筋を伸ばした形で、今度ここもこういうふうに同じようにこういうカーブを持たせてやりますと非常にやぼったくなりますので、入れてお尻を上げてゆるゆるゆると進みます。点を入れて1、お尻上げて2、お尻上げてもう一度横線を一波三折、一つの波に三つの折れですね。陣、ですね。こうやって、左払いと右払いで文字ができてまいります。点入れてお尻上げてこう、点を入れてお尻を上げて左、そうすると、発するという時の発の左側になりますね。横線入れまして、縦線の組み込み、点を入れてお尻を上げて左へ参ります。これで月ができましたですね。守るべしは中歩、お尻を上げて進みますと筆の穂先が真ん中を通ってくれますね。これは言うはやすし、行いはがたしで、非常に難しいところもあるかと思いますけれども、とりあえず軽く優しくゆるゆると、書いていただければできていくかと思いますので、どうぞ皆さん本当にこの基礎をお勉強していただきたいと思います。はい、ということで基礎講座はこれで終わります。ありがとうございました。